はいどうも、花ちゃんのみかさです。今回は、なにわ花市場の田村さんに来てもらってます。よろしくお願いします。田村さん、あれよね。なにわ花チャンネル、よう出てるよね。はい、似てる似てる。ありがとうございます。そしたら、まず入社の時からちょっと聞こうか。はい、大学はどこの大学卒業したん？近畿大学。近大、はい、近大多いね。さっきも近大聞いたわ。で、近大で、じゃあ、なにわ花市場が募集してました。で、そっから、入社してからどんなイメージだった？まあまあ最初は、うん、結構その、 あのお花のあれ普通のイメージだと思ってたんですけど、うん、まああのいろいろびっくりなことまあ規模がねでかいだけね、はい、うん、あの普通の小さい市場やったらそんなびっくりすることなかったと思うけど、やっぱりここはね別格すごいよね。うん、鶴見と浪速のこの2社が一つのやっぱりこうところで競りをやるって、まあすごいね。その当時やったら入社した時っていうのはまだこうオフラインのライブ競りで、もうあの活気あふれるね、圧倒されるよねあれは。ね、はい、そしたら、最初担当って何を思ったん？担当と言いますか、まあ今4年目にはなるんですけれども、うん、その、 あの展示上の方の3階フラワーギャラリーの方で、うん、あの産地さんからいただいたお花のサンプルを、うん、あの飾らせてもらって、で、うん、PR っていう形 で、 で、あとまあフェアとか、うん、何も花だよりとかの主に広報関係 SNS とかさせていただいてます。じゃあ最近の YouTube の話ちょっと聞こうか。はい。もうあれでしょ、慣れてるでしょ YouTube は。いやもうなんか対談形式は初めてなんで。あ、そうやね。まあ、ちょっと花を持ってこれが何ですよとかね、何も花チャンネルで言ってるけど、まあ、他にもね、これからその YouTube をやる花市場っていうのは増えてくると思うよ。それで言ったら多分まだね、先発組じゃないかなと思うよ。そうなった時にチャンネル登録者がやっぱり多かったり、みんながその見てくれる YouTube のチャンネルになったらいいと思うけど、もうちょっとなんか個人的にエンタメ系が欲しい。あー、うん、ちょっとなんかこうあのバカ騒ぎしてるような、ちょっとバカっぽいような絵が多分見てる人はねみんな欲しいと思う。そうですね、やっぱあの ね再生回数多いやつとかでも、あの中島さんと、うん、なんかあのわちゃわちゃしたやつとか勝負のやつとか、そう、はい、あのバカみたいなのみんなね望んでるんよ、はい、そうてかバカを出しとったらいいんよ。バカやりましょう。はい、じゃあ行こうか。競りを初めてやった時のエピソードって、競りやったよね。やってもらいました。前のやつも昨日から展示も少し。おお、一番最初競り合った時どんな感じやった？うん、あの最初なんか荷物持つ方が多いんかな？はい、そうです。うん、で荷物持って、その荷物持つだけその箱にしまうだけでも、うん、あんだけお客さんおるから、はい、まあびっくりするよね。はい、うん、わかる。まあ値段決めてその何かをしたっていう競りはやった？デビューだみたいな、まああのうん、まだフォローしてもらってる感じですけど、うん、あの在宅の、うん、そのオンラインでっていう感じ。あ、じゃあそこに田村さんの名前がこうパチッと変わるんや、はいはい、あ、じゃあそれが田村さんの名前が出た時にみんな、あ、この子が田村さんねってこうみんなこれでね分かるようになってるから、はい、はい、そしたら今の担当はじゃあ何バラ、まあ、なんでその展示やりながらバラとかすみとさせて、うんうん、かすみはねいいよね。でまたね、なにわに入ってるかすみがねまたいいんよ。夏場も冬場も。ありがとうございます。めちゃいい。もう俺めっちゃファンやから。そう、じゃあもう後で聞かせてください。後じゃなくて今。あ、今ですか。そうそうそう。そしたら、失敗したエピソードってなんか教えてほしいんやけど、これやっちまったぜみたいななんかある？ありすぎてわからんと。なもので、うん、あ、まあね、競り人でもやっぱりこうこんな失敗したとかいっぱいあるけど、はい、まあまあまあ、じゃ あの逆にこれめっちゃやりがいあるみたいな、そんなんってなんかある？まあ高知のフェアとかで結構、うん、主に携わらせてもらうことが多くて、なんかそこでノベルティ一緒に作ったりだとか、うん、ノベルティって何？あ、そのフェアで高知の花を買っていただいた方にその、うん、プレゼントっていう形で渡す、うん、一輪挿しとかのがあったんですけど、それをなんか一緒に作っ
コーチの方と一緒に作って、うん、でこれでできましたねってなった時はすごいなんか踊ってなって、はい、その踊ってる動画を何を花チャンネルでアップしたらいいんだ。じゃあプライベートの質問いこうか。はい、はい、じゃあ趣味は何ですか。女の子のアイドル。じゃあ最近好きな女の子のアイドルは何ですか。乃木坂46が好きです。はい、乃木坂ね。名前は知ってるんやけど誰がとか名前は全くも出てこへんわ。そしたら好きな映画は何ですか。映画は恋の形っていう映画があるの。恋の形、最近はちょっと前です。ちょっと前、はい、恋愛系。あ、なんかその若い子たちのなんかあの青春感じの、あ、はい、青春ね、はい、あ、なんかインド映画とかもたまに見たり。インド映画。インド、インド、インド面白いんですよ。いっぱい踊って伝わらねー。じゃあ好きな俳優は誰ですか。俳優さんは、うん、あの乃木坂卒業した若槻由美さんっていう子がいるんですけど、まあ女優さんになりますが好きです。あ、男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 はいない。いない。じゃあ好きな音楽は何ですか。音楽はあの、まあ、結構その AKB だとか乃木坂だとか、うん、その辺ばっか聞いてます。あ、アイドルが好きと。アイドルが好き。はい、じゃあ好きな花は何ですか。好きな花はやっぱさせてもらってるバラとかスミだったりとか、うん、ラナンとかスイートピーとかも好きです。あ、ラナン、お、ラナン、はい、宮崎のアマテラス、はい、松本さん、はい、花屋チャンネルでインタビューしたよ。そう、何本ぐらいかな、5、6本ぐらい多分ねアップされてる、はい、またチェックしといてください。お願いします。はい、そしたら好きな四字熟語。ありません。はい、好きな漫画は何ですか。漫画はブリーチとかの少年系と、あと何、ブリーチ、死神、死神、あ、俺結構好き。はい、いい。あ、ブリーチ好きなんやったらナルトとかも好きなんじゃない。あ、ナルト通らなかった。通らなかい。じゃあ好きなアニメは何ですか。アニメはいろいろありますね。じゃあ一つだけ。はい、あ、じゃあさっき映画にもあげた声の形っていうのアニメ映画だったんで、はい、あ、そうなんや、はい、へえ。じゃあ好きな国は何ですか。国はフランスとか。お、行ったことある。一回あの卒業旅行で行かせてもらいました。さっきもフランスって聞いたな。やっぱ人気ないね。あ、そう、食べ物とかはフランスって美味しい。あ、なんかあんまりあんまり口に合わないと。口に合わなかった。やっぱり日本食がいいと。はい、やっぱあの景色とかが綺麗でした。あ、そうなんよね、はい、なんかどこやったかな、エッフェル塔か凱旋門かどっかがなんかあの景観をすごい気にして電線とかがないみたいな、ね、それで景観がすごいいいっていうのは聞いたことあるけど、おん、はい、ということで田村さんでした。じゃあこれを見てる視聴者の皆さんに、なにわ花チャンネルの、はい、告知をどうぞ。はい、これからたくさんいろいろアップしていきますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。